俳優松田優作さんがモデルとなった。声優小安武人さん演じるワンピースの人気キャラ、クザン、青木地。このクザンに対する、ある外国人の、クザンは黒人だから、実写版でも黒人俳優が演じるべき、という主張が海外で話題に。青木地は日本人だ。実際、実写化の際は黒人俳優が選ばれるだろう。モデルの日本人俳優がクザンとそっくりすぎる、など。クザンに対してだけでなく、モデルとなった松田優作さんへの反応など、さまざまな反応が寄せられていました。それでは海外の反応を紹介します。黒人のわけないでしょ。少し髪の毛がもじゃもじゃしてて唇が厚くて褐色なだけで、すぐに仲間にしようとする癖は直した方が良いぞ。青木地が黒人。何言ってるんだ。彼は日本の俳優がモデルだぞ。日本の俳優をモデルにしてるから、どっちかというと日本人寄りだと思うけどね。青木地、キザル、赤いのを含め、すべての大将はみんな有名な日本の俳優がモデルになってるんだぞ。特に赤いのは、小田先生が史上最もかっこいいと思っているお気に入りの日本人俳優がモデルなんだ。それにしても、青木地のモデルはめちゃくちゃかっこいいな。赤犬やキザルのモデルとなった俳優たちも同じく、めちゃくちゃかっこいい。小田先生が彼らを元にキャラクターを作ったのは納得できる。だからこそ大将たちは人気があるんだろうな。青木地のモデルも初めて見たときは、青木地のまんまだってなったわ。笑い。見るからに、ライトスキンの黒人って感じだと思うけどな。彼は間違っていることを言っているのに、無理にこじつけようとしている。愚かだ。キャラの外見は日本の俳優を元にしているからといって、必ずしもそのキャラが日本人だとは限らないよ。青木地のビジュアルは明らかにハーフっぽいし、ワンピースの実写版で登場するときにはライトスキンの俳優が演じることになりそうだ。青木地のモデルになった俳優は肌が浅黒いんだ。作者がこの日本人俳優をモデルに描いたって言ってるなら、それが答えでしょう。笑い。青木地は他の日本人キャラより明らかに肌が濃いんだよね。それに小田先生は自分のキャラを現実のいろんな国出身だと想像するのが好きなんだ。ちなみにクザンは探偵物語の松田優作をベースにしていて、青木地の性格もそこから来ているんだよ。なんてこった。初めて青木地のモデルを知ったけど、マジで青木地そのまんまじゃないか。ちなみに他の対象キャラもかなりそっくりだぞ。特にキザル。これはさすがにモデルを寄せてるでしょ。わらわら。モデルになった俳優って実質ブラックだよね。そんなわけないだろう。さすがにネタだよな。じゃないとさすがに正気を疑ってしまうぞ。アニメでは特に昔の作品で美しさを表現するために明るい肌のキャラが多く使われてきたんだ。それが長い間続いているから、濃い肌の日本人がいることに気づかない人も多いのは理解できる。他の国でも同じようなことがあるし。松田優作は1989年に亡くなってるんだってね。もし彼が自分がこんなに愛される作品に永遠に残ることになるって知っていたら、どんなに嬉しかっただろうか。まさか世界中で愛され続ける漫画のキャラのモデルになるなんて本人は考えたこともなかっただろうな。自分がモデルになったキャラが黒人だとか言われてるところを彼が見たら何を思うかな。クザンが黒人、ありえないな。クザンもモデルになった俳優もどちらも日本人でしょう。彼はウソップよりもずっと肌が暗いのに、日焼けしただけの浅黒い肌っていうのは無理がないか。濃い肌の日本人俳優はたくさんいる。濃い色の肌が必ずしも黒人を意味するわけじゃないんだから、勘違いしないでほしいな。ワンピースではキャラの肌色がしばしば変わるけど、青木地は日本人キャラの中でも特に肌が濃く描かれてる。もちろん日焼けしたアジアの人もいるし、青木地に似た黒人もたくさんいる。公式に設定された日本人キャラが3人いるけど、実は青木地もその一人なんだ。アートはインスピレーションを受けた人物と同じ人種である必要はないし、表現は解釈の余地があるね。ワンピースのキャラクターは小田先生が具体的に言わない限り、私たちの人種カテゴリー黒人、白人、アジア人などに当てはまらないと思う。ただ他の対象たちに比べたら青木地が一番肌の色が暗いっていうのは同意だ。悲しいことに多くのアジアメディアはホワイトウォッシュされているから、肌が暗い日本人がいることに気づかない人も多いんだよな。実際実写版ワンピースでクザンが登場するときには黒人俳優が起用されると思うわ。だってその方がクザンに似た人を見つけてきやすいでしょ。あとポリコレ枠として。
結局はアニメのキャラクターなんだから何の人種か妄想をするのは全く問題ないと思う。もし青生地を黒人として見たいのであれば勝手にそう見ればいいんだよ。だから個人的には青生地はブラジル人っぽいよねって思ってる。青生地がブラジル系だと言える証拠は何もない。みんなが勝手に作り上げた妄想に過ぎないよ。彼が日本人で肌が暗いことを受け入れればいいだけ。そうだね、そう思うのも君の自由だ。みんな、そもそも彼は日本人ですらない。確かにモデルは日本人の俳優だけど青生地は日本人ではないよ。じゃあ彼は何なんだって言われたら何も言えないけど、あえてあげるとしたらアニメ人かな。ここはワンピース人ってことにしておこう。アニメの青生地がどうかはどうでもいいけど、実際のところ実写版ワンピースでは青生地は黒人俳優が演じると思う。そしてキザルはイタリア人俳優が演じるだろう。実写版での変更は妥当だと思う。だって青生地に似た朝黒い日本人俳優を連れてくるより黒人の俳優に演じさせた方が手軽だから。実際青生地はブラックだよ。だって小田先生自身が描いた海賊団の出身地リストでは彼はアフリカ大陸に位置づけられているから。キャラクターが現実世界にいたらどうなるかという設定を出してたことがあったよね。だけどその設定はキャラの人種を示しているわけじゃないよ。例えばルフィがブラジルに位置づけられたからといってブラジルの民族出身になるなんてことはありえない。だってルフィはずっと日焼けした日本人のように見えていたから。青生地は日本人ではなく、ただ日本の俳優がモデルになったキャラクターだ。ワンピースのキャラクターはモデルとなった人たちとは異なる人種のキャラクターが多いんだよ。ワンピースには日本は存在しないし、もし存在していたとしてもそれはワノ国だ。でもクザンはワノ国出身ではないから日本人ではないということになると思う。クザンの髪型確かにかなりアフロっぽい。確かに松田優作の髪もカールしてるけど、青生地の髪型は特にアフロに見える。そういったところも黒人であると主張される理由なんだろうな。つまり彼の髪がアフロに似ているから黒人じゃないといけないって言いたいの。黒人だけがカールした髪を持っているわけじゃないよね。ザレ事はほどほどにした方が良いよ。本当に肌が暗いアジア人男性を受け入れられない人が多いよね。笑い。呪術廻戦のキャラに対しても同じようなことが起こってた。確かこの内容について SBS か何かで言及されてなかったっけ。ワンピースで無理に人種的な多様性を持ち込むのはやめよう。青生地が日本人を元にしているなら彼は日本人だし、黒人を元にしているなら黒人だってだけだ。肌が黒くて唇が厚くて巻き髪のウソップでされ黒人じゃないんだから、クザンも黒人ではないな。その人次第で黒人になれるし日本人にもなれる。キャラクターがインスピレーションを受けた人間の出身に基づいているわけじゃない。モデルが日本人だからキャラクターも日本人だっていうのが正しいのなら、魚人島を襲ったフォーディはマイケル・ジャクソンがモデルだからアメリカ人だし、自分を神だと言って空島を支配したエネルはエミネムがモデルだからアメリカ人ってことになる。あ、でも彼らのやってたことは確かにアメリカっぽいな。笑い。いかがでしたか。よければ皆さんの意見をコメント欄で聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。